お願いします。Thank you.
もこのせいさんのねここのステージ一番緊張します。本当に一番緊張するんだよ。それでは次の曲踊ってねI'm not afraid to die.
ここでメンバー紹介に行きたいと思うのですが、その前に、さっきもね、キュン部で紹介してくれたんですけども、今回この持ってきたドラムは、太夫の自前ドラムです。イエーイ。ありがとう。感謝する。太夫が一生懸命コツコツお小遣いを貯めて買っていったドラムでございます。キュン部にもね、ここはすごいことに生ドラムがあるんですけれども、1.5 個あるそうです。なんかちょっとよくわかんないような数字出ましたけど、1.5、まあ1個とちょいみたいな数があるんですね。あれが銀かな、今日の銀色かな、銀っぽいような、黒っぽいようなご感じで、ここはね、本当に基本部が充実してますね。機材がすごい。うん、ぜひ今からでも遅くない、楽器やりてえと思った人は、ぜひそこにいる部長さんに、猫耳つけてる部長さんに言ってください。それではここでゼロニーズのメンバー紹介をしたいと思います。イエーイ。お兄ちゃん、大勢。大勢です。ドラム、弟、太夫。イエーイ。2年生ということで、髪の毛がね、ついこの前までここまであったんですよ。知ってる人と知らない人が多分ちょっと半々だと思うんですけど、カールしてたから、多分ストレートにするとこのぐらいまであるかな。この髪をね、バッサリ切って、今日はこの帽子でちょっと分かりにくいんだけれども、彼にしては頑張ってバッサリ切ったんですよ。頑張りました。すごいさっぱりした。ありがとう。ということで、もしね、ピアス開けたいなとか、髪の毛を真っ赤にしてみたいとか、そういうね、ことをやりたいと思ったら、1年生と2年生のうちにやっておいた方がいいです。3年生になるとね、進学とか就職とかでね、髪の毛切ったりとか、黒く染めたりとか、ピアス外して、穴埋めて、いろいろ行かなくちゃいけないので、やりたいことは1年生のうちにということで。それでは最後、ギター&ボーカル、サラです。今日はのど自慢大会の優勝者は、翔輝くんということでしたが、翔輝くんいますか。今翔輝くんともう一人ペアの方、ペアの方、はい、イエーイ、おめでとう。後で誇れるよ、俺がこののど自慢で優勝したんだってということで、3人揃って兄弟バンドゼロミニッツです。よろしくお願いします。それでは次の曲は、アナと雪の女王で有名になったあの曲です。実はのど自慢大会でも歌ってる人がいました。歌えるなら一緒に歌ってください。ワン、ツー、スリー。ありのままの姿見せるのよ、ありのままの自分になるの。The world was bright as a bright tonight, but you could leaveI give them a resolution, and it looks like I am cool. The wind is hairy like Chris Warren's stolen sand. Could I keep it in? Heaven knows I might fall. Don't let them in, don't let them see. Because if you're a girl, you always have to be.
はですね、ジ・アルフィというバンドの曲なんです。いや曲なんですけれども、知ってる人、やっぱりね、先生とかは知ってると思いますけど、やっぱ少ない。じゃあ、高見沢さん知ってますか？お、手が分かる。高見沢さん認知度高いね。王子様みたいな格好をしててさ、白鳥とかエンジェルとか変なギターを持ってる。最近はね、AKB のね、高見奈にギターをね、教えたりしたりしたみたいですよ。結構ね、高見沢さんは有名なんだけど、バンド自体はあまり若者に知られてないっていう。ステージ上はですね、暑いです。今日の方はなんかうんうんってなぜてるか、多分暑かっただと思います。暑いんですよ。ありがとう、うちわでおいでくれてありがとう。ということで、では次の曲。閉じ続けていたんだろう。
ちのオリジナル曲です。いいI'm not afraid to die.
次はサッカーの NHK サッカーワールドカップテーマソングだった曲なんですけれども、サッカーのワールドカップ見ましたっていう人、お、意外と少ない？あんなにね、なんかテレビで話題になってるけど、実はゼロミンツも全然ね、忙しくて見てません。正直寝る方が優先で、寝ないと死んじゃうんでね、体調の管理で10時で寝てました。意外と、やっぱり星座らしいね。うん。それではそのテーマソングだった曲です。Oh,
歌えなければならない曲です。ちゃんと歌えるよって人、おお、やばいぞ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 、ちょっと手の数少ないぞ。じゃあなんかいつもちょっとよくわかんないけど口パクで済ませちゃってるって人、やばいね、そこで手挙げちゃった。いや、あれここはね、あくまでもね、俺は歌えるよみたいにフラッチフラッとこうね手を挙げといた方がね、もしかしたら先生がいい成績をつけてくれるかもしれませんよね、杉田先生ね、ほらね、うん、ほらやっぱりほらね、歌えると成績に反映されるそうですよ。ぜひ歌えた方がいい、これ歌えた方がいい。嘘でも嘘でも俺は歌えるとか私は歌えるって言っといた方がいい、絶対に。そう、人間社会で生きていくためにもね、できると、うん、ということで、歌える人は大きな声で、歌えない人は口パクじゃなくて今日は声を出して歌いましょう。
やかっこいいな。自分より斉藤あの仙台の斉藤先生の歌の方が好きって言う。わお。カオスだね。いやむしろ今次はね絶対高野先生に歌ってほしいって言う人。もう結構多いよ、多いよ。高野先生のプレッシャーが高まってるよ。なんかそんなの関係なく、高橋センター長の腹が気になるって人。腹が気になるっていうのも、なんか痩せてるって言うけど、だんだんちょっと太ってんじゃないかなって疑惑を持ってる人。お、いるいるいるね、いるいる、うん。疑惑ありますね。ということで、位置に戻り、AKB48 の曲です。Thank you.
私たちのオリジナル曲